角川が心沢にやってくる。そして文化が心沢にやってくる。吹き出しがいっぱいある。いいじゃん。多分いろんな活動がここで行われるんじゃないですかね。町がの人がいつでも入ってこれるね、文化施設っていう点で僕はね、私の人たちのことを頭に浮かべながらデザインしましたので、ぜひこれを使いこなしてください。